まるで迷路だな。通称列車墓場、ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり、明かり、あれだな。人全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。はあ、お化け。子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。任せ。頑張るね。さっき子供の声聞こえたよね。子供がうろつく時間じゃない。じゃあ
終わりだ。ここまで。大丈夫か？こっちはなんとか。うん、平気。見て。調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。これって…行ってみよう。え？あ、でも…大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話しよう。こいつはモンスターだ。そうだけど、何？
逃げろ。無事か。うん、ありがとうクラウド。別のルートを探すしかないな。やられる前に倒す。この列車は7番街スラム駅経由、列車博多行きです。ご乗車に行く。クレーンは上か。ダメだな、電源が落ちている。これもいたずらかな。電源どこかで操作してる。
みたい。みっけ。仕上げだ。集中し。頑張るね。まあ。行くよ。
びに付き合う暇はない。何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。
まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。気は抜けない。集中してこ。よっ、畳みかける。よし、やっちゃおう。じゃあね。だからそこ。やったね。うん、早く外へ。これ あの子。マリンでね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。
わ、回ってる。向こう側に行けるかな。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。じゃあ、また強く終わり。まずやられはしない。隙をつく。じゃあ、ってことない。また道が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。大丈夫？あ、え？ん？あ、これってプレート解放の緊急コールは覚えてね。おいおい、いつでも落とせるぞと。ただな、状況を報告して、何か問題か。逆逆、奴ら支柱と心中する気だぞと。ピンクの通路を決めるか。公園部隊を加えて、役所は多い方が盛り上がるだろう。役所じゃねえ。任務の完了報告を忘れるな。計画は本当だったんだ。バレットたちが簡単にやられるはずがない。うん、7番街はもうすぐ行こう。うん、お願い間に合って。
油断したな。集中していく。ここまで。勢いすぎるか。さあ行くよ。ただじゃ済まないから。当たれ。当てる。やり。なんとかなった。ありがとう。行くぞ。急ごう。ああ。風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。君が守ってくれたの？もういいよ。
リス。見つけた、エアリス。すごい。またね。
着いた。